ハリちゃんに代わってめっちゃ恐怖。産経新聞2024年7月26日コメミンスハリちゃん、ハリスさんのこと。組合強くなれば雨のリカ強くなる。労組集会で演説。労組は労働組合で国際組織、万国の労働者を団結せよ言うてカール・マルクスが言うて、日本の労組も国際組織。記事によりますと、11月のコメ大統領を選ぶやつでミンスのあそこの候補指名を確実にしたハリちゃん副大統領は25日南部テキサス州での教職員労働組合の集会で演説した。組合が強くなればお米の国って書くところも強くなると述べ、撤退したでんでんじいさん大統領を支えてきた労組票の継承を図った。ごっそりハリちゃんのとこ行くのかな。演説後ハリちゃんは記者団に対し、共和の候補のトラヤンと討論する用意はあると表明。有権者は対照的な世界観を目の当たりにすると述べた。両氏による討論会の開催が実現するかどうか注目されている。ハリちゃんは演説で24日に国民に向けて世代交代が最善の道だと説明したでんでんじいさんについて、本物の指導力とは何かを示した、感動的だったと語った。中間層の生活向上に注力することがお米の国って書くところ全体の成長につながると訴え、労組を重視したでんでんじいさんの路線を引き継ぐ姿勢を示した。トレヤンが率いる共和が社会保障の削減や性的少数者の権利制限を図っていると批判した。お米の国って書くところのミンスも日本のミンスも同じようなもん。同じ米ミンスは進歩同盟に加盟している。進歩同盟は国際組織、ウィキペディア参考に。社会民主主義や社会の窓主義、進歩の主義を掲げる政党の国際政党組織である。2013年にドイツで結成された。既存の社会の窓主義インターナショナルに代わる組織として創設され、参加党の多くが社会の窓主義インターナショナルに参加しているか以前参加していた党である。鳩山の幸男さんがミンス作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われてたんですけど、社会党に代わる政党を鳩山さんは作らないといけなかったんやろね。2015年9月25日マレーシアで地域セミナーが開催された時に、日本のミンス、あの悪夢の、いやいや現実地獄やったでのミンス政権のミンスが参加してんねん。社会の窓主義インターナショナルの副議長を務めてんのが社民のみずぽん、福島のみずほさんで、社会の窓主義インターナショナルではどもこもならんということで名前を変えて進歩同盟作り直したんやろな。私、戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですけど、そもそも社会統計の学者さんとお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれてしまって、小泉政権、小泉さんのこと大嫌いやってんけど、社会統計の学者さんが手前師にしか見えんくて、政治学者ってこの程度でなれるの、てか社会党ってなんなんっていう疑問を解消すべくリサーチを開始したんですね。その時の責任者の方が定年後にトムさんの党員として生きる宣言をした。トムさん共産です、あれ社会党信奉者ちゃうかった。リサーチの最後の最後の方で、社会党もトムさんの党もトムさん共産、もともと同じ組織、第二インターナショナル時代まで同じ組織やったっていうことが分かって、プロレスかって思ったんですけど、あの時振り返って小泉のおっさんでも自民でよかったんやって愕然としました。自民の先生手たらくやーって、自民にお灸を据えて一度ミンスに任せてみよう言ってテレビでやりだしたやん。
って活躍できる人たちって社会の窓主義者、友さんの主義者だらけで、お口べっぴん笑顔の悪魔、仲間になったら必ず恐怖で支配しようとしてくんねんけど、テレビ新聞雑誌の記者の人たち、制作者って社会統計、友さんの統計なんやろな。私自身赤くて酸っぱい勢力の工作員みたいなことやらされてるじいさん二人と仕事をしてたんやって確信してるんですけど、いろんな考えがあっていいって洗脳してはるけど、あかんねんて、赤マルクス的なものは。とても恐ろしい計画を知ってしまいました。国民が選んだという形を取らせて、資本を潰させて社会の窓主義の世界にいざない、後にトムさんにしていく世界を一つにワンワールドっていう計画があって、その計画を知ってしもたからアクセス数どんどん減りながらでも毎日続けてんねん。グリッとやり抜く力を試したい。ホメオスタシスでグラグラになってんのかな、なんやよう分からへんけど続けとこうか。この真実広まらなくて日本が赤く染まっていくのかもしれんし、もうどうでもええわって思ってます。資本社会ともさ、三つの主義があって、三つの主義しかなくて、世界を牛耳る大きな勢力の大元が作ったもので、埋めさせるためにも活用してて、資本だけが自由に楽しく生きられるね。社会ともさんの国になってしまうと、必ず辛い思い、痛い思いをさせられてしまうので、うちら日本国民は何としてでも、資本と日米同盟だけ守らなあかんねん。そんな中、スピリチュアルや意識高い系のセミナーに行かれてる方、収納教にハマってらっしゃる方たちは、資本を潰さなあかんって思い込まされてるから、めっちゃ厄介。トレアン指示の旧あのねーとか、あのねーの部分、あのんやねんけど、ブルーのアノンっていうのも出てきたで。トレアンの事件が自作自演とか言うてる人たち、写真加工したりして、ワロテンデーとか言うてるみたいやねんけど、この世の中常にどこかが揉めてないといけないようにされてて、味方のふりした敵フレネミーがいっぱいいるんよ。今は光と闇の戦いが行われてて、光側が勝ってます、これからの時代はパラダイスですって言うてる人たちって、新しいエイジ君、ニューエイジやと思うねんけど、高次元の存在と交信する人たち、今流行りのワンネスやと思うで。右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクスで、カール・マルクス本名モルデカイ、自由なお聡明さんの会員で、底辺の人たちを束にして暴れさせる手法を編み出したおっさんやねんけど、うちら見せられてるものとお聡明劇場っていつも言ってるんですけど、お聡明っていうのは自由なお聡明屋さんとも呼んでます。自由フリーお聡明メイソン。姉のリカってお聡明のお眼鏡にかなった人しかトップになれない国なんですね。で、中の国のトモさんの党、トモさん一党独裁のところやんか。トモさんは共産で、コミテルって呼んでんねんけど、コミンのテルン、国際共産党第三インターナショナルってところが大元で、中の国のトモさんの党、日本のトモさんの党、世界各国のトモさんの党はトモさん共産。コミテル何々支部で誕生してるんですね。コミンのテルンはもう消滅してるって怒りたくなる方結構いらっしゃる。自由なお聡明屋さんが指導団体についてることは昔から分かってるので、なくなったふりしてるだけでしょ。で、国民が選んだという形を取らせて、社会の窓主義やトモさんの主義にしていこうとしてんのよ。資本と日米同盟守れるのは自民だけっていう縛りやのに、保守保守うるさい連中は自民の票を割らせることばっかりやってきて、自民一党独裁にはならんよ。自民の中に赤くて酸っぱい勢力から送り込まれた残念な人たちがいっぱいおんねんから。何も分かってない素人さんがバランスを取って野党に入れるとか言うのやめた方がええのよ。政治家って人で選ぶものでなく、日本の場合は嫌でも自民に入れるもの、お米の国って書くところの場合は嫌でも共和に入れるもの、